はい、ウクレレだるまです、本日はコアロハですね、両方コンサートなんですけど KCM-00 ですね、コアロハの K、コンサートの C、 マホガニーネックの M っていう意味ですね。00っていうのはまあスタンダードモデルですね。あ、そうか、こっちは10になるのかな。こっちはピカケです、ロイヤルピカケ、一番最新のいわゆるレギュラーラインナップに出てるハイグレードモデルですね。この指板エンドがギザギザになってて、ヘッドもコアロハの、ロゴが入ってるんですけど、エボニーのヘッドプレート、エボニーが貼ってあるんで、より K のマークが目立つ感じになってますね。でノーマルのモデルは、マホガニーのままですね、っていう違いです。ブリッジは一緒ですね。でこっちに関しては、ショップオーダーモデルで、トップはレッドシダーを使ってもらってます。でサイドバックにはバリバリのカーリーが入ったハワイアンコアで、ネックもちょっと珍しいカーリーが入ったマホガニーをチョイスして作ってもらいました。塗装する前からいろいろね、あのコアロハの工場の写真を確認させていただいたりして、で最後塗装してっていう感じで、ずっとね、あの完成前から見届けてきたモデルでございます。こっちは、市販のモデルではあるんですけど、これもいろんな個体の中からちょっとフレームが入った木目をの個体をチョイスしてハワイから輸入してまいりました。こちらオールハワイアンコアですね。ボディはこっちはトップだけレッドシダーという感じです。ちょうどね、同じスペックなので、シバンとブリッジどっちもエボニーですの で、 でナットサドルはタスク、ペグも同じギアペグで、ペグのノブだけはちょっと違うんですけど、こっちはプラスチックのオレンジのペグですね。こっちは、いわゆる、ペグと同じ素材のクロームブラックっていう感じのノブなんですけど、の違いはあるんですけど、まあほぼ一緒。塗装ももちろんどっちもラッカーで、こっちはまあツヤを出すためのバフ掛けをしてますけど、こっちはバフ掛けしてないっていう違いはありますけども、スペックはほぼ一緒ですので、若干こっちスプルースなんで、中のボディの内部に貼ってる補強の木の量は多いですけども、まあ音色の特徴が出るかなと思いますんで、今日はそれぞれのウクレレを解説しながら、レッドシダートップの場合、ハワイアンコアトップの場合どう違うかっていうのを解説していこうかなと思います。ではまずこちらですね、ロイヤルピカケの、コンサートオールハワイアンコアモデルでございます。ポジションマークはどっちもね、アバロンのポジションマークが入ってて、サイドはセル白いホワイトドットが入ってます。トップサイドバックともに2ピース材、真ん中で継がれております。でコアロハの特徴、このおむすび型サウンドホール、普通の丸と違ってこのブリッジの近辺の木材をできるだけ残そうというね。でもサウンドホール大きくなればなるほど音量を前にバーンと出ますんで、そのいいとこ取りをした形がこの結び方なんですね。で指板もブリッジもエボニーで、ナットサドルはタスク、これももう一本の方と一緒ですね。でブレーシング、中の補強着ですね。コアロハはユニブレースといって、トップサイドバック一体型のぐるーんと、ドーナツ状の、ね、引きを真ん中に接着してますので、トップサイドバックのなり向上と強度向上とダブルで向上させているという特殊なブレーシングとなっております。でね、コアロハの特徴、このボディのサイドがすごい面取りがっつりされてるんで、すごい
手触りが滑らかですね。であと指板の両サイドに同じエボニーを貼ってるんで、これだけ見てもらったら分かる通りフレットとの間にすごい木が入ってるので、まあまずサイド飛び出てくることはないです。イガイガすることはまずないですのでね、ご安心いただけるかなと思います。では弾いてみます。オクターブもバッチリですね。13フレットで、ボディと接続されてて、14、15、10、17フレットまであります。結構ね、この辺高いポジションも伸びるんですよね。素晴らしいウクレレですね。でコア特徴のザクザクっとした、でコアルファはね、新品からガッツリになるんで、カマカとは違って最初からもうバンバン鳴ってくれるという特徴ももちろん兼ね備えております。さて、そして、このショップカスタムオーダー現状も、同じく調べましたが、おそらくレッドシダートップでサイドバック、このハワイアンカーリーハワイアンカーを使ってるモデルっていうのは多分今のところ1本だけじゃないかなと思います。同じものを作ってくれって言ったら作ってくれるとは思うんですけどね、1本だけです。レッドシダー、シダーってね、木目が縦に細くいっぱい入ってるという感じの木材です。しすぎですね、日本でいう、日本名で言うとね、レッドシダーで、このカーリーもめちゃくちゃ綺麗なんですよね。トップサイドバックにぎっしりと入っております。でネックもうっすらカーリー木が入った珍しいマホガニを使ってもらっています。こんな感じです。で同じですね、他はスペック、ただ先と違ってボディの指板のエンドは真四角にカットされているという、ちょっと簡略化されたモデルとなっております。でブレーシングが、シダーなのでちょっとねコアより柔らかいので補強ギアはちょっと多めに入ってます。このサウンドホールの周りに強化の薄い木が張ってあったりしてますね。ここは一緒かな。あと、ボディのトップの外周に、いわゆる木が一周張り巡らされてますね。他のウクレレはねそうやって作るんですけど、コアラハはユニブレースなんで本来最近はそのここにトップバックに木使ってないんですけど、こちらは外周にトップだけ外周に木が使われているという形でございます。さて弾いてみます。
この辺もめっちゃ伸びますね、すごいな。タイムももちろんバッチリで、13フレットジョイントで14、15、10、17、18フレットまでですね、こちらは、パッと、ね、一気に弾き比べた方が分かると思うんで、基本的には、シダーの方がちょっとまろやかな感じの柔らかい感じの音になります、ね、で音量はこっちの方がやっぱバーンとなるイメージはあります。シダーの方が多分育つのも早いんじゃないかなと思いますね。さっと同じように弾いてみます。輪郭はすごいくっきりしますね、ハワイアンコアのトップの方が。ここは好みですけどね、やっぱりトップ材の影響って一番大きく出ますんで、さあこれはもうどっちがいいってのは好みですけどもね、ハワイアンコア、オールハワイアンコアのね、ザ王道のウクレレにするか、サイドバックはハワイアンコアやけどトップだけレッドシダーを使ったちょっと温かみのある音、そして大音量、にするか。最近このね、仕様すごい増えてるんですよね。トップだけレッドシダーで、サイドバックこのハワイアンコアっていうモデルですね。コアロハのレッドラベルのシリーズもこの仕様で前回作ってましたしね、他のビルダーさんも結構この仕様増えてきてます。より深みのある音がするんですよね。シダートップ素晴らしくいい音しますね。ハワイアンコアもいいんですけどね、このコローンとした音。やっぱりちょっと音量が落ちるっていうのと伸びも少ないっていうのと、魅力ですね。1本しかもちろん入ってきてないので、ご検討されている方はお早めにどうぞ。本日はコアロハのコンサートウクレレを2本ご紹介させていただきました。それではまた。